皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。まあ、やっと札幌らしい冬になったかなというようなところで投稿させていただいております。一晩ですね、多分ここの雪は多分昨日なかったはずなので、まあ多分20センチ近く降ったのと。で、山もね、昨日までの3倍ぐらいの大きさになったとこでございました。今シーズンは、ね、やっぱ雪が少ないねーっていう風に皆さんおっしゃってて、まあ、スキー場もね、例年だったら空いてるのに、年越したのに空いてないとか、どうすんだどうすんだというような話をしとったんですけども、やっぱ降るときはこうやってボンと降るという風な感じです。で、僕の雪かき経験からするとですね、明らかにやっぱ雪が湿ってきて、ちょっと重くなってる。いわゆるスノーダンプっていうのでぐんと押すんですけども、こう押し付けた時にですね、今までの私の印象では、粉雪なので、こういった固まることほとんどなかったんですけども、ここ2、3年ぐらいはもう固まらないことの方がもうないぐらいになり、なったなと。で、それに合わせて、降り方もですね、少量が穏やかに降るというよりは、降らない時と降る時のメリハリが強い。で、降る時はドンと来るというような感じになっておるなと思います。で、そういうようなね、状況に合わせるためには、やっぱファットバイクはいいっすよ、みたいな話はね、してて、それは多分これから先も変わることはないんですけど、今期ですね、その406スパイクですね、あれが結構いいんじゃないか、みたいな話をちょろちょろしてるんですけども、あの状態、あのタイヤでですね、この状況を走りなさいというようなことは、いくら私が無謀な人間でも多分言わないし、多分私やれって言われても多分できないと。で、大事なことはですね、406スパイクの場合は、そういう風になった時は、乗らなきゃいいんじゃないという風な選択がしやすい。いう、そこは実はすごくポイントのような気がしてまいりました。冬の札幌をですね、縦横無尽に自転車で走るということを、今まで念頭に置いてきましたけども、縦横無尽に使い回すという観点では、実は、20のね、あの406スパイク、侮るべからず。というような気がしてまいったところでございました。うちでもちょっと実験してみたいなというふうに思います。